こんにちは、こんばんは、ネコピン TV です。ですね、久々に、動画を上げます。まあ何が変わったかって言いますと、何も変わってません。単なる、お休みしてただけです。リフレッシュリフレッシュ。というわけでですね、今日はですね、まあ、案件なんですけども、今日はですね、クラウド Wi-Fi っていうのが、はい、これですね、はい、これがあればですね、いちいちね、携帯のですね、容量を気にしたりですね、届かない電波があってみたりですね、まあ一番気になるのはやっぱり容量ですよね。まあいっぱい入ればやっぱりすごい値段高いんですけども、まあうちの中の、まあ皆さん引いてると思うんですけど、光回線、はい、もう使い放題にしとけば問題ないんだけども、外に出るとそうはいきませんよね。ちょっと旅行先だとか、ちょっと外に出るときにどうしてもあまり容量がない場合はですね、使えませんよね。そういう時にですね、この Wi-Fi ですね、クラウド Wi-Fi、はい、これをですね、持っていればですね、どこにいても、ね、室内でもいいし、外でもいいし、どこでも使い放題できるんですね。はい、というわけでこれを、ちょっと紹介させていただきます。はい、はい、クラウド Wi-Fi、 この Wi-Fi ですね、対応エリアがですね、ほぼ地球なんですね。すごいですよね。超大容量縛りなし Wi-Fi レンタルサービス、海外対応 OK と、解約違約金もゼロです。はい、料金プランはですね、シンプルで月額3380円、税抜き、まあ、はい、こうやって開けるとですね、シンプルに本体とあと充電ケーブルが入っています。はい、あと何も落とすことはないですね。後ろのですね、パスワード、はい、Wi-Fi のパスワードを入れてくれれば、それで OK ですので、いても全然簡単ですよね。はい、それでですね、クラウド Wi-Fi の6つの特徴なんですけども、通信容量制限なしで使えるっていうことがすごいですよね。それと5台同時接続可能なんですね。 PC やスマホ、ゲーム機など最大5台まで同時接続ができるんですね。それとですね、シンプルな、料金設定ですね。月額さっき言った3880円、税抜き、それのみです。はい、今は車庫の中で測定しています。はい、インターネットは31ですね。有線でないやつが、もしかね、無線 LAN がついてなかったらですね、これがおすすめですね。これをこんな形のやつで、これをパチッとパソコンにつけてですね、そうすると、まあ、あとはもうこれで飛ばせば、 Wi-Fi で飛ばせば、使えますので便利だと思いますよ。パソコンと携帯も両方使えます。これで飛ばして、携帯とパソコンを両方使えますね。はい、月々3380円、はい、で、もう本当にまあ光通信よりは遅いんですけどね。まあそれでも、これ1台持つとですね、データ通信も、制限なしで使えますし、解約違約金がないっていうのと、あと海外でも使えますね。135カ国、シンプルな料金設定ですよね。
料金プラン月々3380円のやつですね。最短翌日の発送、5台同時接続可能だということが便利ですよね。これね、これ1台、あればですね、まあ光回線引かなくてもですね、これだけで十分かなと思います。はい、6つの特徴ですね。通信容量制限なしで使える5台同時接続可能ですということですね。シンプルな料金設定と解約薬金がないっていうのと、海外利用ですね、世界135カ国に対応している、最短即日発送になってます。はい、端末レンタルの料金の無料、月額料金だけでご利用になれるっていうことですね。通信速度はですね、下りがですね 150Mbps、 上りが 50Mbps になってます。同時、接続台数は5台、接続時間は12時間になってます。はい、これまでの Wi-Fi ルーターは SIM を差し込み、近くの電波塔を利用してインターネットに通信してるんですけども、クラウド Wi-Fi は、SIM 不要でクラウドサーバーを利用してインターネット通信してるということですね。これが全然違いますよね。契約期間の縛りがないから解約違約金がゼロなんです。はい、料金プラン月額3380円、税抜き、とっても安いですね、やっぱり。はい、どうですかね、なんかこれ持つとなんかすごく安くできると思うんですけども、はい、いかがでしたか。それじゃね、またね。